令和2年12月23日、阿蘇市立阿蘇小学校で、すすきを使った卒業証書作り、紙すき体験が行われ、6年生の児童たちが自分自身の卒業証書を作りました。阿蘇小学校では、5、6年生の学年で草原学習に取り組んでいて、現在の6年生は、5年生の時には阿蘇三条ビジターセンターを訪れ、草千里で学習したり、また今年9月には黒川牧野での野草や昆虫の観察とススキ狩りを行いました。この日の紙すき体験は、9月に児童たちが牧野で刈り取った草原のススキを原料に自分の卒業証書を作ろうというもので、環境省や九州バイオマスフォーラム、阿蘇グリーンストックなどから講師を招いて、6年生48名が参加しました。まず、水槽の中の原料をすき桁ですくいます。これを2回繰り返したら、次に給水器で水分をしっかりと吸い取り、すき桁から紙を取り外して、パネルヒーターの上に乗せます。仕上げに布で叩いて20分ほど乾かすと完成です。叩くのが面白かったです。水をすくうところ思ったより重かったです。自分で作ったのが自分の卒業式に使われるから嬉しいです。みんな草原は好きですか？はい。どんなとこが好きですか？草原なんか心が安らぐみたいなとこが好きです。大人になったらさっき来てくれた人たちみたいにいろいろ教えたりしたい。野焼きをしたり紙すきのボランティアをしたりしたいです。最後にクラスごとに記念撮影し、来年3月の卒業式で自分で作った卒業証書を受け取ることになっています。